書いたか当ててほしい。オッケー。え、じゃあ、ありがとうございます。私結構かなりあの絵心あるんで、ほんと舐めないでくださいねどういうイントネーション。ありがとうね、ありがとう、嬉しいです、無料のギフト。でも星が嬉しいので読みません、ごめんなさい、読めなかった。じゃあピコちゃんだよ。うん、じゃあ今から書きますね。私かなりさ、わかるかどうかギリギリを攻めるね。オッケもうこれだけでおもろいわ私。もうこれだけで私めっちゃ面白いんだけど。え、わかんない。かけました、整いましたみんな、はい、ではいきます。この人の名前を当ててください。吉田マイケル幸男中山きんに君のアッシュ、この辺の黒いやつ、オブサイコの小星、ワンパンマン、ボビーオロ、うん、ナッパ、中山きんに君、花
見てますか、バルトサール、ボンベ、いい胸筋しとんな、カド大優勝すぎるんだけど、カドピーって、フリーザ様、ムキムキリコチ、ピッコロ、これって答えあるんですか、ないです。堀北真希のご主人さん、松本人志さん、松田って、最近、最近見ない山本学さん、めっちゃ面白い、めっちゃおもろい、最近見ない山本、あ、筋肉くんもめっちゃおもろい、最近見ない山本学さん、めっちゃおもろい、大喜利かい、ほんと大喜利になってんの、臭すぎる、いや待って、これ最近見ない、最近見ない山本学さん、めっちゃおもろい、留学先のポポくん、いやこれめっちゃ面白い、これ最近見ない山本学さんっていう答えだったらめっちゃ面白い、あめっちゃ面白い、めっちゃ面白い、もうこれ最近見ない山本学さんじゃん、ん、いつの間に強くなったん、いつの間にこんな強くなった、男性ホルモン注射でもしたってぐらい怒られるの決定、違うよ、私は愛だもん、愛、え、まもなまなぶさんってお誕生日だ、これ愛ですよ、修行されたんやろうな、まなぶさん、あー面白い、いいじゃん、かわいいできたよ、イエーイ、いやー筋肉をもうちょっとなんか肥大化させてかけれるように私も学ぼう、Tシャツ欲しい、いや強そうだな、なんかヒゲみたいな、僧帽筋マシナさんだって言われてる、マナブさん頑張ってるんだね、固めろ、いやかなり強そうじゃない、ヒゲが、じゃあ次はじゃあメンバーの顔で、メンバーの顔でいきますね、筋肉フェチですよ、大好き、筋肉吸いたい、サウナ上がり整っとるね、かなり、では次はメンバー、さっき会ったメンバーの顔にお顔を描きたいと思います、後ろに貼っておこう、貼る？ちょっと、じゃあさっき会ったメンバーのお顔を描きたいと思います、わかんない、このメンバーの耳の形とかもあんまり理解してないかもしれないけど、
喉心配。ちょっと喉がガラガラですよね。ちょっと乾燥してるんですよね私。耳が不明ならあのメンバー消えた。どのメンバー？なんだろう、タレ麺。ねえ、絵心がない私。さっき会ったその子の髪型でいきますね。分かってほしいな、これ伝わるといいな。全然できない。なんか自分の絵を見られるって恥ずかしいな。それではいきます。おうおうおうおお、そっかそっか、やばい。じゃん、さあ誰だ。うまい？でもこれ伝わるかが問題じゃん。んー、もうちょっと頭が小さい、顔も小さいな。んー、今来てるメンバー違いますね。愛子さん、原田、リセンちゃん、ピャ。うまい？もうちょっとね、パセリ。うん、サーヤン違う。さやかちゃん、なんだろう、もう少し、なんだろうな。ばちゃんのアビ、ピオ先輩、なんだろう、本当なんか感じ、こんな感じ。あーあーあ、正解はあなたよあーでした。あなだよあなだよ。アナだよ、カードアナです。これは当てたかった。難しかった。難しい、違うかな。アーナもうちょっと、でもアーナってこんな感じじゃない。なんだろう、こんな感じで私は映ってる、私のアーナ。わー、勝った、すごいね。当てられた人すごいよ。誰、当てた人すごいよ。わかる？本当？カーダーナです。カーダーナです。
見える見える似てる、やったー。唇がもうちょっと特徴的か、こう カーナーナです。じゃあこういう感じで、あの、なんだろう、ねえ、アーナはちょっと唇怪我したみたい。私のアーナ、私のアーナ唇怪我した。じゃあ次は、じゃあこのアングルで、誰行こうかな。画伯。じゃあもう一人いきます。次はみんなに見せながら描くね。見える？ちょっとアニメっぽく、アニメっぽく描くね。みんなに見えんけ、みんなに見えないじゃん。なんかね、私的にはこうやって打つ、飛ぶ日よ。あ、なんか顔の線が違うな。人の顔の特徴を捉えるのって、
だーれだ。お、ん？反応でバレないように。おこうしたらもっとわかるかな。イエーイ。正解はリネタンでした。リネタンでした。おー、当てた人すごいな。イエーイ。すごい正解者多め、嬉しい。なんかリネのイメージはちょっと眉毛がこういう感じでキリッとしてるイメージがあるか。あとまつげとか。おー、すごいみんな。おー、特徴掴んでる。やった。サイン入りでプレゼントする。じゃあ次は、漫画描いてました。あ、あれ？実は？そう、ほっぺたがプニってなってるところとか。前髪の位置とか。そう。ソラハさん、あー難しいかもしれん。なんか前髪の感じは分かるんやけど、ちょっと目がなんちょっと描くの遠すぎちゃったな。もうソラハさんのイメージは本当顔がもうちっちゃいんですよ、ソラハさん。私のイメージってこういう感じなんです。もう顔がとにかくシュッとしてる。でもこの笑顔って感じで、ちょっとこの前髪の感じとか。なんかでもこういうの描いてたらなんか
嫌な思いされないかが不安なので、分かってくれたらいいんだけど。そう、じゃあ私が次は、じゃあ私あの模写が得意なので、次は模写しようかなと思います。では私模写が得意なので模写していきたいと思います。むずいな。え、これ今このね、まああるキャラクターなんですけど、初めて描く。キャラクター聞いて、皆さんのあれとかどないあのもしかしたらあるかも、あるかもしれないです。皆さんもしかしたら分かるかもしれそれなりに。それなりになってきたぞ。
ここら辺はあの体の方は割と適当にあの想像でちょっと描かさせていただきます。出ました。ではいきます。あ、配信3時間で切れるらしいよね。そうだよね。ではいきますよ。かけました。せーの、じゃん、じゃん。どうでしょう、わかるの、わかる、どうでしょう。うおー、はる、嬉しい。模写ですからね。分かってくれた、嬉しい。みんな褒め上手じゃない、上手って。嬉しい。おー、分かってくれるだなんて、笑うといいと思うよ。やった、これ初めて、初めて。ゼロポイント、え、やったー。おお、漫画版の雰囲気。おお、やったー。じゃあ引き続き書いてしまう。めちゃめちゃ嬉しいんだけど。そう、実は私絵描くのほんととっくの昔にやめてるんですけど、絵描くのはすごい好きなんですよ。才能あり嬉しい。笑えばいい、なんだっけ、なんて言うんかいね。何したらいいかわからないみたいな。おお、ガチ模写ですよ。あの、私アスカに顔、それは嘘、似たいな、アスカに、アスカになりたい。あ、別に別にアスカ描くなんて言ってないから。
かむずい。いろんな。いや、アスカむずいからもうちょっとなしなし。じゃあシンジ君行こう。シンジ君待って、でももうあと10分ぐらいで私の配信勝手に切れちゃうんじゃない？分かんないけど。いや、アスカ、私はアスカを諦めない。いや、アスカ無理だアスカ無理みんなが褒めてくれたからアスカも描きたいと思ったけど、もう一度練習、好きなやっぱキャラクターだしもっと練習していきたいけど、ここまでいったなんか違う、なんか違う、アスカなんか違う。なんか違うなんか違う。もうちょっと私絵心欲しいよ。じゃあ次、では次いきますよ誰だ誰だ誰だん？
ジ？シンジ、エヴァに乗れ。出なければ帰れ。ググったよ。まだ終わってたねと思って。そっちかーって。ねえザコシじゃない。シンジ、シンジ、エヴァに乗れ。出なければ帰れ。いや、綾波が大優勝でしたね。誰だよ、誰だよ。真珠、エヴァに乗り、出なければ帰り。すべてはリゴジの計画通り。顎がでかい人になっちゃった。頭皮見ないで。なんか毛がある。そりゃ毛あるやろ。アホ毛でしたか。ダンダン、誰だ。顎が、キマさん、キマさん、こんな顎じゃない。わーわ、キマさんです。え、ありがとうございます。初見さんですか。ありがとうって、ありがとう。え、なんかみんな私の配信星投げすごい最高じゃん。まあ私大優勝は綾波レイですね。綾波が大優勝だったということで。ウェイ、すごい。え、みんなとの配信楽しいな。ポチタ書いて。ポチタってどんなだっけ。ポチタポチタ。
できました。じゃん、ポチた、ポチた。使徒はさ、違うか、顔ガチで草シト、ポチタ、ポチタ可愛い。え、書いてる時の口ってどんなでした私。おー、アイコネートももちゃん、いやちょっと誰、え、上手だよね。ポチタかわいい。ポチタ。ポチタだよ。反転してると思う。はい、反転。え、楽しいお絵描き配信。このペンかっこいいでしょ。まつげ綺麗、すごく長い。リクッて、リクッて、ポヨンタ、え、優しい、ポヨンタ、ポポタン。簡単よ。ねえ、簡単じゃない。違うよ、ポポちゃんはもっと、こんな感じに寝るの。こんな感じに寝るの。ポンポンちゃん、こんな感じに寝て可愛いの。まあ言動が1位ということで、あやなみです。ちょっと誰こいつ、本当に誰。本気でぴゃちゃん、ぴゃちゃん、え、もう絶対配信終わると思う。ぴゃちゃんは、ぴゃちゃん、ぴゃちゃんってほんとこんなん。え、マリサに、だよ、マリサか。こっちは、ぴゃー、多分自動的に切られるかも。1位は渡辺さんでした。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。2位は大地、大地、ありがとう、そういは急に。剣道、剣道、目玉焼きじゃないもん、これ。 LINE スタンプになったらいいね。 LINE、 え、あっという間だった。星を投げろ、課金をするな、出なければ帰る。ん、課金をするな、星を投げろ。まあ、綾波氏が優勝ということで、なんかいいね。楽しかった。お絵かき配信、明日は私何時に配信できるかな、わかんないけど、したいと思います。甘えます。まなぶさん
まなぶさんはまなぶさんはない山本まなぶさん、まなぶさん最近でも確かにいや あったけどこんなんじゃなかったまなぶさんもうちょっとちゃんと、いやなんか男性ホルモン本当にかなりすごいねえ、まなぶさん、まなぶさんこんな、うん、あったよ、うん、いや確かにクリスマスコンサートの時はあったけど、うん、あれ私がなんかあの私がなんか動揺してんの、うん、あれが山本学ぶだ君はどこをたどりでチュ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 絶対嫌だね。え、多分ね、もうそろそろで絶対私の配信切れちゃう。皆さん私の配信見てくれてありがとう。ありがとうございました。リコチにも見てる、本当に言ってる。お絵かき配信またしよう。明日はどんな配信になるかわかんないけど、絵かき、絵しりとり配信しましょう。明日はまた予約入れるのでお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございました皆さん。じゃあね、バイバイ。あ、本日の最終枠になると思います。これでみっちり3時間したな、きっと。私想像の7倍うまかった。え、嬉しいな。そう、全然あの絵描くの好き、膝に落書きしてたぐらいだからね。え、今もざってるの、やばい絵みたいになってるの。明日、あ、明日のおはようツイートできたら